モヘットフィールドとエイムズ研究センターの航空写真、エイムズ研究センターの地図、エイムズ研究センターは、モヘットフィールドにある、アメリカ航空宇宙局の施設である。アメリカ合衆国カリフォルニア州のマウンテンビュートの、境界に近いサニーベールの43エーカーの土地を、使っている。エイムズ研究センターの研究分野は、航空工学、生物学、宇宙科学と、 宇宙開発技術研究の一環として、情報技術、特に機械学習と人工知能などである。世界最大の風洞があり、実際の大きさの航空機を試験可能である。ただし、2003年に NASA はこの風洞と関連部門を手放し、現在ではアメリカ空軍がアーノルド技術開発センターの支所として運営している。エイムズ研究センターは、 NASA のいくつかのミッションのセンターとしても機能している。また、オディオンやアレスを使った探査計画の立案も行っている。モフェットフィールドには、NASA の専用施設だけでなく、大学との共同研究のための施設もある。ここで、共同研究を行っている大学としては、カーネギーメロン大学ウェストコースト校、カリフォルニア大学サンタクルーズ校、3のゼ州立大学がある。 1939年12月20日、国家航空諮問委員会の2番目の研究施設として設置され、1958年に NASA に移管された。1939年8月にアメリカ合衆国議会がチャールズ・リンドバーグ委員会を設置し、その委員会が同年10月に場所を決定した。当初の名称は AMS ズ航空研究所。これは、 中委員長を1919 19年から1939年まで20年に渡って務めたジョセフ・スウィートマン・エイムズにちなむ。パイオニア計画では8機の宇宙探査機が打ち上げられたが、その管理運用はエイムズ研究センターで行われた。パイオニア10号とパイオニア11号は、史上初めて太陽系を離脱した探査機として有名である。パイオニアビーナス計画では、 金星探査で大きな成果を上げた。NASA のアドバンストスパーコンピューティング部門、ヒューマンファクターズ部門、インテリジェントシステムズ部門は、AMS 研究センターを中心としている。これらの研究開発部門は、NASA の探査計画や、スペースシャトルの運用、宇宙科学や航空工学に関する研究を陰で支えている。インテリジェントシステムズ部門は、 NASA の各種ミッションで使われるソフトウェアやシステムを開発する部門である。ディープスペース1号にはこの部門が開発した人工知能システムが搭載されている。また、MARS エクスプロレーションローバーで日々の計画を立案するメインポーガンソフトウェアもこの部門が開発した。国際宇宙ステーション向けのシステムも計画されている。衛星画像の画像処理を世界で初めて行ったのも、 エイムズ研究センターである。フーリーエ解析を使ったコントラスト強調技術もここで開発された。重施設群は衝突物理学、高速度空気力学及び高速流体の性質を研究する施設である。エイムズ垂直衝突重施設は月の衝突過程を科学的に研究してアポロ計画を支援するために設計された。アベガーは 様々な提案中及び進行中の惑星ミッションへの支援も提供している。安倍川は0.30口径の軽ガス銃とパウダー銃を使って秒速 0.5km から秒速 7km 近くまでの範囲の速度で発射物を放つことができる。標的真空チャンバーに対して銃の行角を変化させることによって衝突角は重力ベクトルに対して0度から90度まで。 可能である。このユニークな特徴は、クレーター形成過程を研究する上で極めて重要である。標的チャンバーは直径と高さがおよそ2.5メートルで様々な種類の標的及び固定物に適用できる。それは、真空レベルを0.03等類以下を維持できる上に、別の惑星の大気をシミュレートするために様々なガスで満たすこともできる。 衝突イベントは通常ハイスピードビデオ、フィルム、またはパーティクルイメージバロスサムイトリで記録される。高速度自由飛行銃は、現在、空気力学設備と銃開発設備の2つの稼働設備によって構成される。ハフフは、弾道銃と衝撃破綻駆動風動の組み合わせである。その主な目的は自由飛行する空中弾道モデルの空気力学的特徴と、 流体の構造的詳細を調査することである。ハフフは16個のシャドウグラフ法による画像化部分を備えた実験セクションを持つ。それぞれの部分が高速度で飛行中のモデルの互いに直角な2枚の画像を撮影するのに使うことができる。これらの画像は飛行履歴の記録と組み合わせることで、揚力、効力、静的及び動的安定性、流体特徴、 およびピッチングモーメント係数などの極端条件下の空気力学パラメータを得るのに使うことができる。非常に高いマフハ数のシミュレーションのため、モデルは衝撃感によって生成された反対に流れるガス流へと放つことができる。この装置は高速度衝突実験のために再構成することもでき、空気熱力学的な能力も持っている。ハフフは現在、 NASA の超音速計画のための熱イメージングと繊維調査を支援するために 1.5K ガス銃を動かすような構成にされている。HFFGDF は重能力工場の研究のために使われ、場合によって衝突実験にも使われる。この設備はハフフと同じ倉庫の軽ガス銃及びパウダー銃を使って直径 3.2mm から25.4。 ミリメートルの大きさの粒子を0.5から秒速8 5キロメートルまでの範囲の速度に加速する。現在の調査努力のほとんどは地球大気圏突入の構成、惑星突入デザイン、及び空力ブレーキの構成に集中している。この装置はスクラムジェット推進の研究や小惑星、軌道デブリ衝突の研究にも使われている。2004年、 この装置はリターントゥフライトの努力を支援するフォームデブリの力学実験のために使用された。2007年3月には GDF はアオン速セブカプセルの空力学のための冷却ガス銃を動かすために再構成されている。電気アーク衝撃管装置は高速度で大気圏に突入する間に起こる放射とイオン化の効果を調査するのに使われる。さらにイーストは 一気圧以上の最初の圧力負荷における空気内で起こる最も強い衝撃生成を要求する爆風シミュレーションも提供する。この装置は実験要求の範囲に合わせるために3つの別々の駆動部構成を持つ。駆動部は 102mm と 610mm の衝撃管のどちらのダイアフラムも接続することができ、高圧なリメートル衝撃管は七百六十二。 ミリメートル衝撃トンネルを駆動することもできる。駆動部のためのエネルギーは 1.25MJ、キャパシタのストレージシステムによって供給される。宇宙開発予算が減らされたことで、エイムズ研究センターでも2004年以降大規模な人員整理が行われている。同じ頃、NASA では無人探査よりも有人探査を優先する方針を打ち出した。 このため無人探査用の人工知能などの研究を行っているエムズがしわ寄せを受けた形である。2005年9月28日、Google とエムズ研究センターは長期の共同研究の詳細を明らかにした。Google は敷地内に約9万3000平方メートルの共同研究施設を建設予定である。Google とカーネギーメロン大学との 共同プロジェクトとしてギガパンプロジェクトがある。これはロボット工学を応用して超高解像度のデジタル画像を作り出すものである。また、Google マップの月版と火星版を作るプロジェクトもある。ナサ川ではプラネタリーコンテントプロジェクトと呼ばれている。最初の企業との共同研究はヒューレット・パッカードとのものでカリフォルニア大学サンタクルーズ校も含めた 共同事業になっている。バイオテクノロジー、情報技術、ナノテクノロジーに関する研究開発を行っている。ありがとうございます。